スポルティブヌイ・コムプレックスシェリフは、モルドバのティラスポリにあるスポーツ複合施設である。敷地面積は50ヘクタール以上で、スタジアム、サッカーアカデミー、練習場、プール、テニスコートなどの施設がある。スタジアムはグラブナやアレナ、マラやアレナ、クルイタやアレナがある。2000年8月1日に、スポーツ複合施設シェリフの建設が開始された。 2002年7月にメインアリーナが開場した。スタジアムには折りたたみ式の座席が設置されており、すべてのスタンドは屋根に覆われている。2011年、欧州サッカー連盟のスタジアム規定が変更されたことに関連して大規模な改修が行われた。UEFA スタジアムカテゴリーはカテゴリー4。2002年9月に第2のアリーナが開場した。スモールアリーナは 国際陸上競技連盟の基準を満たすトラックが設置された多目的スタジアムである。2011年に大規模な改修が行われた。グラウンドは天然芝に張り替えられ、加熱、排水システムも改善された。UEFA スタジアムカテゴリー3の要件を満たし、UEFA ヨーロッパリーグや UEFA チャンピオンズリーグの試合も開催可能である。 2004年に収容能力3570人人工芝グラウンドの屋内アリーナが開場した。競技場の南側には FC シェリフの選手とコーチのためのホテルコンプレックス。北側にはフットサルやバレーボール、バスケットボール、ハンドボールなどに使用される多目的スポーツホールがある。プール施設では2014年から毎年モルドバの冬季水泳選手権が開催されている。 ありがとうございます。